ニュールートマスター、ボリスマスター、ボリスバスともは、イギリスのロンドンで使用されることを目的に、製作された2階建てバスである。ロンドンバスのアイコンともなっている、ルートマスターをモチーフとし、オリジナルのルートマスター同様の、ホップオンホップオフ可能な開放式の、後部プラットフォームを備えつつも、現代のバスに要求される完全なアクセシビリティの条件を満たしている。デザインは、 トーマス・ヘザー・ウィック製造はライトバスが担っており2012年2月27日から運行を開始したオリジナルのルートマスターは開放式後部プラットフォームを備える運転手と車掌が乗務するロンドンバスの標準であったがその後登場した開放式後部プラットフォームを持たずワンマン乗務の完全なアクセシビリティを備えた車両が好まれたために ロンドン市長県リビングストンによって2つのヘリテージルートを残し2005年末に退役させられた。ルートマスターの退役は2008年ロンドン市長選挙の争点となり、選挙公約の一つに新型のルートマスターの導入を掲げたボリス・ジョンソンが当選した。2008年に設計案の公募が行われた結果、2009年末にライトバス社の案が選定され、2010年5月に 最終案が公表された。この設計では、新型バスは、後部プラットフォームの使用とアクセシビリティ確保のために3つのドアと2つの乗降階段を備えている。突き出したボンネットと常時開放式の後部プラットフォームを持っていた旧型のルートマスターと異なり、新型バスは1枚仕立ての顔周りと不要な場合には閉鎖可能な後部プラットフォームを備えており、 後部プラットフォームの閉鎖時にはワンマン運行が可能である。後部プラットフォームから降車する乗客。旧型と並ぶ全長が長くなった新型バス。ドアは全部、中央部、後部の3箇所に設けられ、全部ドアと後部ドアは上部デッキへの階段につながっている。後部乗降予はルートマスターと同様にプラットフォームと手すりを備え、車掌が乗車している場合は、 ホップオンホップオフ運行が可能なように開放される。オイスターカード読み取り機が3つの乗降口すべてに設置されているが、車掌は料金や切符を取り扱うことができないためたの、形式の切符や現金を使用する場合は運転手に提示しなければならない。2013年8月現在経費削減のため、第38系統においては、後部ドアは閉め切って運行されている。そのため、 後ろからの乗降は不可能となっており、問題になっている。第24系統では後部からの乗降が可能である。座席には新しい模様のモケットが取り入れられ、車室内の照明は LED 電球温度調節機能付き換気システムを備えている。駆動にはハイブリッドシステムが採用されており、ディーゼルエンジン発電機と回生ブレーキにより充電された。 バッテリーパックによって電動機を駆動して走行する。ディーゼルエンジンはバッテリーに充電の必要がある場合にのみ駆動することで、同サイズの以前のバスと比べて抵抗外性と低燃費を実現している。大部分をロンドンで運行されることを前提に設計されたオリジナルのルートマスターは1947年に設計が開始され、 1956年から1968年までに2800台が生産された。頑丈な設計により、ルートマスターはこれを代替する目的であった新しいバスよりも生きながらえて、最終的には2005年12月までロンドンの定期、旅客輸送事業から退役しなかった。2000年12月31日からイギリス国内に納入されるすべての新しいバスには車椅子で、 乗降可能な低床バスの開発へとつながる1995年、障害者差別禁止法に適合することが義務付けられるようになった。ロンドン交通局は車両の刷新に着手したが、2000年以降、ルートマスターは TFL 路線で使用される最も一般的な車椅子での乗降不可の車両として取り残され始めた。就任当初のロンドン市長兼リビングストンは、 1>, 1期目の任期中は以前と同様にルートマスターを限定的な数量を維持することを表明していたが2004年の市長選挙後の2期目の任期ではルートマスターに対する政策を変更してロンドンのバス車両の全数を近代的な方に入れ替えることにした古いバスは2017年まで障害者差別禁止法の適用を免除されていたが2004年の市長選挙後に TFL が管轄下の全ての路線で運行するす、全てを低唱バスとする内部方針を採択したことからロンドンからルートマスターを引退させることになった。この引退を後押しする要素には、後部プラットフォームを使用することで発生する事故に関する訴訟の増加の危険性、ワンマン運行によるコストの削減、乗客が今や骨董品並みとなった。 ルートマスターよりも近代的なバスの快適性を求めるようになったといった理由があると言われた。なお、ルートマスターは通常運行からの撤退後も TFL の入札契約路線では同じ番号の通常路線の一部区間を走行するヘリテージルート2本の1本のみで運行され続けている。1964から1965年のリアエンジン 全部上降光景のルートマスターを設計しようという試みが1966年の FRM1 の製作へとつながった。この試作車は標準仕様のルートマスターと約60%の部品の共用化が図られており、イギリスで製作された最初のインテグラル構造のリアエンジン2階建てバスであった。単一ドアと特徴ある設計に付随する継続した機械故障が 相まったことにより FRM は先詰まりと判断されたが、そのコンセプトの正しさは立証された。1968年に TFL は1985年の導入を目指して、ルートマスターの別の代替案の検討に入った。初期の案は自動料金徴収に適した四軸の低唱バスとなった。1975年にこの計画は、 実現可能に近づき XRM と命名された。この新しい設計の特徴は、ドアと座席配置の自由度を最大限とするためのサイドマウント式エンジン、最大限の低床を実現するために4軸の小型車輪を駆動する油圧機構等であった。1970年代半ばの実験では、失望すべき結果となり、1978年に XRM は、 ご車軸の後に、後部ドアが配置されてはいたが、より一般的な形態の車両へと改装された。その他の提案された装備には、LPG 燃料と停留所での乗降時に床を、低めるための油圧サスペンション機構があった。2700台のルートマスターを修復するためのわずか1350万ポンドに、大使新規に2500台の XRM を、 製造するためには1億5300万ポンドのコストがかかると試算されると1980年9月に XRM の設計作業はキャンセルされた。10年後に TFL はサイド別の代替案を模索した。1989年にデニスバス、ノーザンカウンティーズモーターエンジニアリング、ウォルター・アレクサンダー・コーチビルダーから設計案が出された。 幾分驚くべきことに、後部乗降口、ハーフキャブといった外観上の特徴は、オリジナルのルートマスターと同一であったが、これは、イギリスの他の地域では、時代遅れだと考えられたものであった。ボリス・ジョンソンと2008年ロンドン市長選挙に向けた、バック、ボリス4・フォー、ーグレーターロンドンのスローガンを描いた、ルートマスターの模型2007年9月3日に、 現職のケン・リビングストンに対抗していた当時の保守党のロンドン市長候補であったボリス・ジョンソンは近代的なルートマスターの導入を考えていることを表明した。2007年12月にイギリスの自動車雑誌オートカー氏は革新的なオプテアソロを設計したキャポコ社に新世代のルートマスターの詳細な提案を任せた。RMXL と命名されたこの設計案は 軽量なアルミニウム製、スペースフレーム構造のハイブリッド技術を取り入れた低床バスであり、旧型のルートマスターよりも4席多い座席と2倍の立ち席の収容量があったが、乗員は依然として運転手と車掌の2名であった。この設計案では、前輪の後ろの開閉式全部ドアから障害者の乗降が可能であったが、後部には開放式プラットフォームが残されており、 階段も後部に位置していた。ハイブリッド方式は、車体全部に置かれた常時稼働の水素燃料エンジンによって、車体全部のバッテリーを充電し、車体後部の電気モーターを通して、後輪を駆動するもので、トランスミッションを通す必要がなく、低い床と後部プラットフォームから、株デッキへの段差のない床面が実現されることになっていた。なお、 後部プラットフォームはカメラによる監視によって安全性を確保することになっていた。この設計案は全国市で紹介されたが、ケン・リビングストンからコストコート安全性について批判を受けることとなった。ロンドン市長候補のボリス・ジョンソンは原則としてオートカー氏キャポコ設計案に立ち返り、 2008年の選挙で選出された場合には、新型ルートマスター開発のための公式の設計公募を実施することを公約した。ジョンソンは2008年5月4日の選挙に勝利し、2ヶ月後の7月4日に、新型ロンドンバスの公募を発表した。ロンドン交通局が主導したこの公募には、考慮に値すると考えられる案を提出する企業と一般人の双方から受け付けられた。 この工募には、全体概念と、コンセプトに関する理想カテゴリーとより、具体的な設計に関するデザインカテゴリーの2つのカテゴリーが設けられ、両カテゴリーともに、車両全体とバスの一部への提案の双方が、応募可能であった。理想カテゴリーでは、後部開放式プラットフォームともう一つの、ドア付き乗降口を備える2階建てバスの、想像力あふれる提案が求められた。 デザインカテゴリーでは、少なくとも一つの車内階段、後部開放式プラットフォーム、もう一つのドア付き乗降口、運転手と車掌の2名乗車、72名分の座席と立ち席を備える定床の赤色2階建てバスの具体的な設計が求められ、後者では必須条件一覧を満たすこととともに、実用的で経済的、量産に移行できる可能性があることが要求されていた。 この公募では、賞金2万5千ポンドの最優秀賞をはじめとする、いくつかの賞が用意されていた。主要の案には2008年10月に公開され、メディアの注目を集めた、スマイリーバスのほか、フューチャーシステム提案の水素燃料で走る、スペースエイジ、フォスターパートナーズのグラスルーフの提案モデルなどがあった。締め切りまでにデザインカテゴリーに225、 理想カテゴリーに475の応募があり、TFL 幹部2名、ロンドンバス社幹部2名、外部の審査員1名とアレクサンダー・デニス社、元営業担当取締役1名の合計6名による審査を経て2008年12月19日に結果が発表された。車両全体のデザインカテゴリー部門の最優秀賞2万5千ポンドはバストラックのデザイン事務所である。 キャポコデザインからの提案と建築事務所、フォスターパートナーと自動車メーカーのアストン・マーティンとの共同提案という2つの応募作品の間で分配された。最優秀作品をはじめとする有用な提案は、関連法規に合致するように、最終設計に落とし込まれるために TFL からバスメーカーに渡され、後に TFL に競争入札の基礎となる配慮すべき、 事項として提示された。2009年4月に、この計画に興味を示す者への参加を呼びかける、公式の要請が EU 官報に掲載された。2009年5月22日に新型バスの設計、製造の契約交渉のために6つのバスメーカーが、招兵された。招兵されたのは、アレクサンダー・デニス、エボバスの一部門、イスパノ、カロセラ、オプテア、スカニア、 ライトバスの6社であり、3年にわたり600台の製造能力を有するなどの TFL が定める入札のための事前審査条件をすべて満たしていた。ボルボバスは入札過程に入る前に辞退し、スカニアとエボバスも8月14日に定められた詳細入札の提出期限前に辞退した。スカニアは最初の試作車を公開する期日が自社にとり現実的ではないと判断し、 一方、エボバスは当時の自社製品内に2階建てバスが欠如していることを懸念していた。2009年12月23日に北アイルランドを拠点とする車両製造メーカーのライトバス社が次世代ルートマスターの製造契約を獲得した。この契約は最小座席数87席、2つの階段、3つの乗降ドア、夜間などの不必要時には 閉鎖可能な開放式後部プラットフォームを備えるバスを要求していた。このバスはハイブリッド方式を採用し、従来のディーゼルエンジンを搭載したバスに比べて40%、すでに運行されているロンドンのハイブリッドバスに比べて15%の低燃費とディーゼルバスとの比較で窒素酸化物が40%、粒子状物質は33%低減されることになっていた。 2010年5月17日に目玉の未来的なスタイリング上の特徴である斜めに横切る非対称のガラスを備えた新型ルートマスターの最終設計案がライトバス社から公開された。TFL とライトバス社はヘザーウィックスタジオと共同してライトバス社の最終案のデザインを生み出した。TFL はロンドンのアイコン的バスとして 私的財産局にライトバス社の外観デザインの衣装登録を申請している。車体には湾曲した後部の角と右側面前方寄りの2箇所に上層デッキから下層デッキに斜めに走るガラス窓を備えており、これにより前後部階段に太陽光の照射を取り入れている。後部階段はオリジナルのルートマスターと同様に後部で湾曲しているが前部階段は 車体右側面を直線上に上り運転席頭上で上層階に出るように配置されている。2011年11月にロンドン交通博物館で公開された新型ロンドンバス2012年1月に行われたイ、e、ーリングでのお披露目ツアーにて2010年11月11日に静止モックアップがロンドン交通最初の運行試作車は2011年11月に公開され シティホールからトランファルガー広場まで走行した。公開当日にこの最初の試作車はロンドン北部の M1 上でディーゼルエンジンの故障のために立ち往生したと報じられた。最初の新型バスは2012年2月27日に第38系統で運行を開始した。大ロンドン市当局によると3つのドアと2つの階段は迅速で円滑な乗降を助ける意図で 備えられており、後部ドアは夜間などの換算時には閉鎖されることになっている。三つのドアと二つの階段を備えるバスを使用することはロンドンにとり初めてのことではなく、以前 TFL は1980年代半ばに代替車両評価計画の一環で車両番号 V3 として二つの階段を備えた特別に改造されたボルボエルザビー55を評価したことがあった。なお、 イギリス国外ではベルリンのマンライオンズ式 DD などがすでに2つの階段と3つのドアを備えた形態で通常運行されている。現在、ロンドンバスは路線ごと7年ごとに行われる入札により運行事業者が決定しており車両もこの際に更新されることがある。バスは運行事業者自身が所有するかリースするかした車両であり使用されなくなった車両は 他のロンドンの運行事業者やロンドン外の事業者に転属する。2008年に TFL 局長のピーター・ヘンリは民間のロンドンバス運行事業者間に保有車両を全てこの新型ロンドンバスに入れ替えることを要求することは困難であることを認め、後部プラットフォーム付きバスはロンドン以外の運行事業者にとっては魅力的な点ではなく、地方においては ハイブリッド車を使用することのメリットがあまりないことから、結局は入札金額の上昇を招く可能性があると述べた。路線入札の監督を行う TFL 参加のロンドンバス社のために KPMG 社が実施した調査では、昨今の信用が指導効果では、民間のロンドンのバス運行事業者は、新型ロンドンバスが運行される路線契約のために発生するであろう。 車両残余価値のリスクを引き受けたがらない一方で TLL は緊縮財政のために自身ではバス車両を保有することができないであろうということが判明した。こういった状況から新しいバスを使用するためにはリース会社が全車両を保有したり路線契約の期間を車両の予定寿命まで延長したりなどの方法で運行会社が追う。 車両残余価値のリスクを軽減することが進められた。新型ロンドンバスの発表を受け、2010年5月18日には、BBC1 の番組、ザワンショー内で、ロンドンの2階建てバス100年の歴史を振り返る、コーナーが放映された。ここでは、ジョン・サージャントがその歴史を解説し、保存されている1910年製老学部 B 型、AEC リージェント 3RT 型、 そして最後に、オリジナルのルートマスターに試乗した、イギリスの自動車雑誌、オートーカー氏には、新型ロンドンバスの密接な関係により2011年12月に、ロードテスト記事が掲載され、そこでは、公共交通機関の中で最高のものと評され、そのハイブリッド方式の動力源は、素晴らしい経済性と内装は至高である。と言及された。ありがとうございます。